こんにちは、塚口ガーデンの柴田です。今回は来年も咲かせるためのアジサイの管理についてお伝えします。アジサイはどちらかと言いますと育てやすいお花です。そして以下の点に気をつけて管理をしていただきますと毎年きれいなお花をお楽しみいただくことができます。まずアジサイは水を好む植物で葉が大きく、しかもたくさんあります。株の葉石が大きいので水分の蒸散が激しく、特に鉢植えの場合夏の水切れに注意が必要で、土が乾きましたら鉢の底から水が出るまでたっぷりとやりましょう。また同時にアジサイは土壌だけでなく空気中の湿度も必要で、乾燥の過ぎる場所では生育が悪くなりますので、鉢植えの場合特に室内ではエアコンの風が当たるような場所は避けていただくのが賢明です。地植えで周りに植物などがある場合、ある程度湿気を与えることができますので、このような場所では年中ほぼ自然の雨だけで育ちますが、乾きやすい場所では株の周りに腐葉土をすき込んであったり、土の上に腐葉土などで土を覆ってやると良いと思います。ただ適当な湿度があるのと水はけの悪いのとは別で、土はやはり水はけの良い、しかも保水力のあるのが好ましいと言えます。植え替えの時には腐葉土や堆肥など有機質のものを多めにすき込んでやりましょう。次に日当たりですが、アジサイは日当たりでも半日陰でも育ちますが、西日の長く当たる場所では葉焼けを起こして傷んでしまうことがありますので、このような場所は避けるようにいたします。ただガクアジサイなどは日照不足になりますと花に色がつかず白っぽい花になってしまいますので、この点も注意が必要です。剪定ですが、アジサイに剪定は必ず必要だというものではありませんが、伸びすぎたり樹形を整えるためにする場合は注意が必要なのは、翌年咲く花芽は10月頃には完成していますので、花芽を飛ばさないため花をすぐにするのは良いのですが、9月中旬以降は剪定をしないことが大切です。剪定につきましてはまたの機会にお伝えしたいと思います。次に肥料ですが、アジサイは良いお花を咲かせるためには肥料も必要ですが、地植えの場合は1月から2月に乾皮として有機の配合した油かす、このような発酵済みの油かすが本当はいいんですが、このような配合したぼかしをやるといいと思います。これを株の周りに置くか、浅く掘って埋めてやるなどで年1回やるだけでも十分ですが、土の容積の小さな鉢植えの場合はやはり適時に肥料やりが必要となってきます。まず花後は株や葉を育てるために固形の油かすや環境性の化成肥料、このような肥料、これを鉢の土の上に置いてありますが、月に真夏以外ですね、真夏以外に月1回程度株の周りに置いてあります。液肥をやられる場合は真夏、やはり真夏以外ですね、2週間に1回ぐらいですが、肥料につきましては説明書より少なめ、液肥の場合は薄めにやるのがコツです。決して濃い液肥などをやってはいけません。次に植え替えですが、地植えの場合は植え替えの必要はありませんが、鉢植えの場合は根が鉢いっぱいになってきましたら根詰まりを起こしますので、一回りか二回り大きな鉢に植え替えます。時期は花後の7月ぐらいになると思います。以上、
アジサイを翌年もきれいに咲かせるための手入れについてお伝えしましたが、まとめますと、鉢植えの場合、特に水切れを起こさないこと、2番目、湿度を与えること、3番目、9月の中旬以降は剪定をしない、適時に肥料をやるがやりすぎない、5番目、鉢に根がいっぱいになってきたら一回りか二回り大きな鉢に植え替えてやる。以上を実行していただきますと、翌年もきれいなお花をお楽しみいただけます。以上です。ご清聴ありがとうございます。